はい、皆さんこんにちは。ゲームイズ、わたつぴーです。はい、皆さんこんにちは、しろです。というわけで、まあ、劇場ちょっと来てるんでね、弁財天2体目狙いで、ちょっと今回僕だけ40連していこうかなと思います。もうわたつみ4体目出れば、それもそれでいいですし。うん、なんだかんだ弁財天2体目めっちゃかかってますよね。うん、かかってる。いや、本当にそう。うん、いや、マジ本当そうだ。結局だって、本当そうだよ。あとは、龍馬。とかランスロット出てほしいね、はいはいはい、龍馬ランスロット、あっ、あります。珍しいですね。そうそう、私も難しい難しい弁財天1ってことでしょ。いやマジ弁財天出てほしいんだけどな、ね、私はあります。はい、進化2体目でお願いします。そうそうか、そうそうとかもそろそろ重心化くんのかね、まあ、かないか、ね、言って壁ドンのなんか流れでね、すごい言われてましたけどね、うん、そうそう言ってね、うん、あ、言って劉備来いよって話になるからな、あ、まあ、早々劉備とかあのシリーズがフラッパで持ってこられたら、うん、それはそれ強くなりそうで嬉しいですけどね、うん、そうそうとかおっさんじゃん、劉備もじゃん。なんか自分確定見たいんだよな、演出確定一時出してないもん。 あ漢字二文字、漢字二文字のやつ、あれが一番分かりやすい、 うん、あ確定なんだなってなりますよね。間違いそう、初見でも分かるな。そう、え、なった、なっただ、久しぶりに見たんだ、なった。え、むっちゃなんかあのメタロットっすよね、これメタロットだし、あの偽物のオートチェスの方のアサシンにこんな感じなんだよね。あ、そうなんだ。あ、あのなんかパクリで有名な会社のとこか。ラストいきます。あ、でも星山溜まるか。溜まりますね。ワンチャンあるな。あ、でも今日、あ、ピックアップなってたよね。バナー入ってたよね、連載って。いや、ランスロットだな。でもランスロット出ねえかな。あ、カリン出た。出ましたね。ランスロット、ここで狙うのきついっすもんね。普通に。あれ、今あれかな、なんか豪絶ガチャに入ってるのかな。あー、どうなんでしょうね。シュリンのあれで入ってるのかな。ランスロット。ランスロットは入ってないじゃないですか。入ってないか、あっちの極みでも入ってないか、極みの方で。あー、おとつみに見えたんだけど一瞬。これさらそうですよね、うん、アンチミンのアンチブロック、あー、アンチミンのアンチブロックの使ったことないな。あ、こっちっすか、うん、え、これなんか出た時使ってませんでしたっけ、ピロさん。なんか2人でこれめっちゃ押してた気がする。こっちどこで、あれだったんだっけ。いや、なんかね、ハマるところはなかったんですけど、カリアが強かった、マジ、あの友情が強かったです。でもそうね、あ、そう、砲撃、そうだそうだ、これ定期的に組んだよね、うん、なんか調教、その砲撃型の調教貫通、あ、貫通拡散弾 EL5 で、そうだそうだ、なんかのコメントなんだ、忘れてませんみたいな、定期的に来るんだよな、サラスバーティ。そうそう、こっちのイメージ強いかな、やっぱりどうしても強いですね、こっちのね。俺持ってなかったんで、一時期持ってなかっただけあってね、ラグナロク、そうだよね。 しかも欲しかったの進化すからね、俺。ラグナロクってもうその時最終的に終わってたんで、うん、途中が、はい、というわけで、弁財天は引けませんでしたけれども、わたつみ4体目、まあ、引けたんでね、多分普通にいいガチャだったとは思うんですけれども、まあ、なんか限定追加とかも今月は特にないみたいだから、うん、普通に欲しい人はね、まあ、プロメアはプロダマで引いて、劇中普通に欲しい人はこっち引くのも全然ありかなっていう感じはするけど、ね、2つ来てますもんね、2つ来てるからね、うんうん、なんでこれ出ました、出ました、ありました、ぜひお願いします。いや、まあでも、はい、本当にヒロさん全財天出てないねっていう人は出てないと思う、よろしくお願いします。結構もう劇中引いてるよ、本当に劇中マジで便座はマジで出てないと思う。クリスマスもだってあの引いたもん、今1っすよね、1か、クリスマスも引いたよ、だってあのあれも出なかった。てかなんだかんださ、今持ってないと一番言いたいのは劇中で多分便座じゃないですか。
まあ、だんだん確かにね、他のなんかいろいろ重心化で弁財天がいけるところも補われてはきてはいるけども、てかあの進化がラウンドハマったのが痛いですよね。いやそれそう、ね、そうなんだよね。それまでは神かられてよかったっすよね。そうそうそう、あれにはしてるんだけど、うん、あそうそれだ、ね、そのそれのせいだ、あれもめんどくさかったりするしね、やっぱりね。珍しいね、こんな両方いやそれガンガンハマってるってパターン、うん、後から来たってなかなかないよね。渡辺どうした渡辺はこれぐらいから渡辺はなんでぜひちゃんとよろしくお願いします。はい、じゃ今回も夢のラジオ王からお送りしました。渡辺 P でした。しようでした。お願いします。ありがとうございました。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。